はい、どうも。毛もない、歯もない、金もない、川原浩二です。さっきの動画に続いて今日2本目になりますが、コメントをいっぱいいただいて本当にありがとうございます。もうね、心温まるコメントを本当は皆さんからいただいて、この川原浩二も西成浩二まだちょっと寝てますけどもね、元気100倍になりますんで、どんどんコメント、またリクエストね、こういう風なことをしてほしいなんていうのをね、書いていただけましたら、できる限り皆様の、喜んでいただけるようなね、動画をこういろいろ考えながら作らせていただきますんで、一つよろしくお願いいたします。松田さん、勉強頑張ってくださいね。西成浩二もまた私の方から言うときますんでね、西成浩二も多分勉強をしてると思いますんで、寝てんのか起きてんのかちょっと分かりませんけどね、なんか布団かぶってタブレットを持ち込んでね、なんかやってるんで、多分勉強してるんでしょう。な、彼は彼なりに、反省して、頑張っていくみたいなことを昨日言ってましたんでね、一つお願いします。それと、ちょっとあれなんですけどもね、言いにくいんですけども、本当ね、おとついの夜まで仲良くしていただいてた私の視聴者さんがいてはるんですけども、ちょっとこれいいかな。私は皆さん何回も言います、新たにチャンネル登録をしていただいた方には初めての言葉になるかも分かりません、私は速稼塾1年生の川原浩二です。私はね、前の動画でも言っておりました、私の視聴者さんはいじらないでくださいと。私のことはどのようにおっしゃられても構いませんというふうにお伝えをさせていただいてましたが、それまでね、仲良くさせていただいてたんですよ。趣味のこととかね、前職が同じであったりとかいうところもあってね、仲良くさせていただいてたんですけども、私が速稼塾の久保塾長さんのですね、宣伝をですね、メンバーシップの分の宣伝を昨日の朝の放送でですね、朝一番の放送で、させていただいたところですね、お前は久保がおらんかったら、久保さんがおらんかったら何にもできへんのか、しょうもない男やのってコメントがついて、それっきりになられました。それはそれでね、真摯に受け止めてあれなんですけども、私は速稼塾の塾生であるので、もちろん、師匠である久保塾長さんのことを宣伝するのは当たり前のことだと思っております。これからね、私の動画で、速稼塾とか、久保塾長とか、いう言葉が多々出てくると思うんですけども、私はこの速稼塾の久保塾長さんに、大変可愛がられて、おかげさまでね、大変可愛がられて、久保塾長さん1万4000数百名の方のチャンネル登録がある、ビッグな方です。ビジネス系のね、塾を経営されております。私もそこの塾生の1年生です。昨年の10月頃、隠居久保 TV っていう動画に出会いまして、久保さんがね、給付金の国のね、一律給付金のことについて固く動画の中でね、配信されておりました。国民の皆さん、声を今一つになって声を上げましょうということをですね、私は官邸へメールなんか送れるのかなとか思って、自分なりにですね、Google で
鑑定へメールを送る方法っていうのを検索しました。そしたら出てきました。あ、これで送れるんだというふうに、あ、この人は別に嘘を言ってるわけでも何でもないんだっていうことで、だん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 久保塾長さんの背中を動画をですね、拝見しているいくうちに、もうすっかり、久保哲郎ファン、久保哲郎信者になってしまいました。で、12月にですね、無理難題を言ってですね、久保塾長さんの運営されている即家塾というところへ、入門させていただきました。っていうのが今までの経緯であります。その久保さんのことをね、ちょっと宣伝したがために、気づいお叱りもいただいてですね、先ほど言いました、もうはっきり言って、私も身に応えるようなね、心に応えるようなコメントだったんで、しばらくもうそれをコメントをいただいて、しばらくもう塾長さんの話はしないでおこうと思ってたんですけども、やっぱり、何回見直しても私に非はあったかもしれないです。その人の視聴者さん、その人の取り方なのでね、私が何回も何十回も昨日動画見ました。朝4時まで動画見ました、その動画を。だけど私の、申し訳ないんですけども、私の非があるっていうところの心当たりが見当たらないんです、どこを探しても。ということでね、一晩考えて、私はこれからも即家塾、久保哲郎、どんどん宣伝させていただきます。久保さんの話がね、久保塾長のお話がお気に召さないなら、あれですね、その動画はスルーしていただいて、結構ですよ。ということで、今日もね、21時からズーム対談あります、即家塾のね。ちょっとリンクが貼れるかどうか分かりませんけども、貼れるようでしたら私の動画に、私リンク貼ったりと、できるほどのスキルを持ってないんで、ちょっとね、そのリンクの上がる動画を待ってですね、私がその動画を引用させていただいて、そこからね、ズーム、アプリでね、ズームインストールして、ズームの方、ズーム対談、今日は、YouTube の話し方っていうテーマだと思うんですけども、間違ってたらごめんなさい。とにかく今日のね、21時からライブ放送ありますんで、よかったら、そちらの方もね、来ていただけたら、熟成の私としては大変ありがたいと思っております。ということで、本日2本目の動画になりましたけども、私はこれからも即家塾の1年生であります。来年は2年生になります。当たり前ですけどね。そういうことで、即家塾はどんどん宣伝させていただきます。久保塾長もどんどん宣伝していきます。確かに、久保塾長がおらんかったらお前は何にもできんのか、その通りです。それで何がいけないんでしょうか。私は尊敬してやまない久保塾長のことを口にして何がいけないんでしょうか。皆さん、コメントあればお待ちしております。受けて立ちます。別に皆さんに怒りをぶつけてるわけではないんですけども、こういうことがありましたということでね、こんな放送になって申し訳なかったです。以上、川原浩二、うちの家内がね、 YouTube を上げることにね、比較的反対意見なんで、奥さんがいてる間はね、西成浩二の部屋から動画の方を送らせていただいてるんですけども、近所のスーパーのね、チェッカーへアルバイト出てるんで、レジ打ちですね、昔でいうレジ打ち、こちらの方に、
アルバイトパートさんで、出てますので、うん、夕方6時までは言いたいことを喋れます。この部屋でね、暖かい、ここはね暖房が効いてるんです。西成工事の部屋は暖房がないんでね、まあ今日も予報では13度ぐらいまで上がるから、お昼ぐらいになったら西成工事の部屋でちょうどいいぐらいになってくるのかなってこれね思いますんで、またご視聴よろしくお願いいたします。でこの動画を初めて見られる方ね、こんな不細工なもんがやっております。よかったらチャンネル登録とコメントいただけると、この川原浩二元気100倍になりますんでね、皆さんどうかよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。